皆さんこんにちは、タカポングルメチャンネルへようこそ。今回ご紹介させてもらうお店は京屋さんをご紹介。営業の案内でございます。それでは内観の様子をご覧ください。こちらカウンター席、奥にはテーブル席、そして座敷席、個室の席とございます。こだわりでございます。さあ、それではメニューを見ていきましょう。こちら京屋さんではコースで注文しており、その後足らなければ単品で追加もできるようなスタイルとなっております。お酒の種類見ていきましょう。こちらお酒の種類も豊富で、お酒好きな方にはとてもたまりませんね。今回はおまかせコース4180円のコースにします。久々に生ビール中を注文いたしました。まず最初に前菜、小松菜としめじのおひたし、筑前煮、山芋、梅肉和えでございます。次に昼網のお作り、左からメゴチ、マダイ、黒ダイです。次に焼き物のネギミ、次に豚トマト、次にレンコン肉詰め、次にハラミ、カウンター席目の前で焼いていただけます。とても美味しそうなつくねが焼き上がりそうです。楽しみですね。こちらがつくねです。このつくねがめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ食べてもらいたい。店主の方が丁寧に焼いてくれます。次に鶏皮ポン酢、次にやげん軟骨、次に百日鶏手羽先、こちらの手羽先肉厚で、これもとても美味しいんです。次に椎茸肉詰め、こちらの椎茸も身がしっかり詰まっていて、たまらなく美味しいです。次にペタ、お尻と背中の間の部位、次にタイのお吸い物、次に地鶏スープ茶漬け、これはもう絶対美味しいやつに決まってます。こちらのスープがとても優しくて、素材の味がしっかりしていて、とても美味しいです。焼きおにぎりは絶品、このお出汁ととても合います。とても美味しい焼き鳥屋さんなので、ぜひ一度訪れてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。